こんばんは。ちょっと待って。まあいいじゃん。こんばんは。いい場所が見つからなくてですね。ありがとうございます。ティフお疲れ様、ありがとうございます。今日はティフでした。東京アイドルフェスバルティフでした。楽しかったです。めっちゃ楽しかったです。めちゃくちゃありがとうございます。来てくださった方、なんかめっちゃマイキューうちわとか、あのサイリウムめっちゃ見えて、お決まってた、どういうこと。あ、そう、新衣装を今日は着たんですよ。あの水色と黄色のなんかちょっとストライプみたいな感じ。タコありがとうございます。そう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 、あ、そう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 、さっき見てたよ配信、あのカラオケ、ね、猫舌見てました。カラオケとろみちゅこ、うん、最高ですね。日焼けしない、めっちゃ日焼け止めは塗ったんですけど、ちょっと今日めっちゃ暑かったので、本当なんかあの体調悪くなったりしてないですか皆さん。本当に気をつけてください。めちゃくちゃ暑かったですよね。そう、夢力披露したんです。しかもフルで、初めて16人バージョンの夢力のフルを披露したんですけど、そうなんです。もともと夢力はクリーム玄米ブランさんのなんていうの、曲っていうか、その時に出した曲なので、9人なんですよね。9人かな、9人バージョンの曲なんですけど、それを16人で披露しました。大丈夫です。お仕事もお疲れ様です。あ、ニコ生で放送されてたのか。そう、 CGB48 です。 CGB48、 うん、夢力です。16人でやったんですよね。ダラダラダラナーナナー、あー、カメラ抜かれてた。嬉しいですね。どんな感じなのか分からんけど、外のかな、スマイルガーデンのかな。ペダルも披露しましたね。ラスト、そう、夜のホットステージは岡田奈々さんもね。そうなんですよ。私は味ないですね。ないです。ジョケさんもありがとうございます。中村舞です。愛媛県出身です。誰と同室か、こ
子さんなんですけどね、今はいないですね。なぎいち映ってた、本当ですか、ありがとう、楽しかったです。なんか本当になんかサッシーさん、普通に話すまではいかずにお会いはしたんですけど、お疲れ様ですしか通りすがりな感じでした。ありがとうございます。コッコ先輩は今ねショールームやってます、カラオケ配信やってます。私カカオジ、まあそうかもしれません。ティフすごかったねえ、本当に私の中でのツボはラジオ体操です。一番最初の T シャツステージで夢力を披露したんですけど、フルで。その前にですね、ラジオ体操したんですよ。ラジオ体操のなんかするときにもうみんな面白すぎてびっくりしました。本当に面白いですね。本当にラジオ体操やばかったです。ラジオ体操がカオスすぎてなんかシュールっていうかなんかツボでした。やばかった、おもろかった。ありがとう、アイスみたいな。ラジオ体操ですよ本当に。どんな感じ、なんかね、みんな、なんかうわーって言うの、なんかうわーって本当にじゃーん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 、うわーっておもろかったです。ほんまに面白かった。みんながジャンプするとことかもうシュールすぎてめっちゃ面白かったです。なんかファイヤーって言ってた？じゃーんじゃーんじゃーん、ファイヤーみたいなやってましたか？なんかすごいコールもしてたんですよね、ラジオ体操に。おもろかったです。会場めっちゃ大きかったよ、すごかったです。あとね、スマイルガーデンもだし、ホットステージもなんですけど、暗闇を披露した時になんか防波堤あるじゃないですか、防波堤の上に立て僕は叫んだってあるじゃないですか、あの部分とか一緒になんかやってるんですよ、外でファンの方が15人ぐらいが列になってみんなで踊ってて、それで笑っちゃってびっくりしました。なんか一緒に夜よってやってるし、びっくりしました。本当に防波堤私たちがこうやってやってる中、一緒に真似して一列の列ができてて、こう何見るところでめっちゃびっくりした、と思って。めっちゃ笑ったよ、何これって思ったもん。めっちゃみんなノリノリで、絶対あれみんな知り合いではないけどみんなで団結してやってるんだろうなと思って、一体化してました。そうそうそう、めっちゃ面白かったです。いいですねすごって思った。T シャツステージの時にラストアイドルさんでシュークリームロケッツさんと一緒になったんですけど、私もともとラストアイドルをね受けてて、そのドラフト3期の前にラストアイドルを受けてたんですよ。ありがとうございます。でドラフト3期の前にラストアイドル受けてたから、だから結構ラストアイドルさんのことは結構なんだろう知ってて、それでそうそうそうなんですよ。過去、別にオーディション経歴多分言って分かんないけどね、そう、それで
シュークリームロケッツさん、私長月みどりさんめちゃめちゃ可愛いなって思って、もうオーディションの何オーディション番組わかりますか、ラストアイドルさんの、時から見てたので、めちゃくちゃ長月みどりさんだと思って、そうすごいなんか一緒にステージに立ってるのがすごい変な感じがしました。何時まで行ったの？なんかあまりなんて言うんだろう、難しいけど、なんかちょっと言い方が難しくて、あまりなんか詳しくは言えないんですけど、多分最終ぐらいです、多分。そうって言っても、私が受けてたのは挑戦者のオーディションだったので、もともともう暫定メンバーがラストアイドルさん決まってて、毎週挑戦者が1人収録でこう出てくるんですけど、その時のその挑戦者のオーディションを受けてたんですよ、私は。ニコール楽しみです。朝ニコールです。挑戦者ってね、なんかラストアイドルさん、ラストアイドルっていうテレビがあったんですけど、7人いて、今は2期が始まってて違うんですけど、7人もともといて、それで毎週1人挑戦者が出てきて、でその7人の中から1人選んで、でなんかパフォーマンスバトルみたいなのして、入れ替えバトルみたいなのがあるんですよ。で挑戦者が勝ったらそこで入れ替えみたいな、メンバーが、そういうテレビです。オーディション番組みたいな感じです。オーディションの結果は落ちてますね。だって受かってたら多分テレビに出てました。ありがとうございます。私は落ちまくってます。その後ドラフト受けたから、で多分ドラフトがね、8月の何日からかがね、書類審査の受付期間だったので、ちょうど今ぐらいですね。ショールームじゃないや、ドラフトの、そう3期のオーディションの受付が。ST の1期も受けた。にゃはん。だからなんか今回すごい、いろんなアイドルさんに会って、なんかすごいうわーって思いました。残酷。そうなんよ、メンバー入れ替えはすごい残酷なんですけど、でも私は結構好きでした。ちょっと残酷ですけどね。タワーさん、タワーありがとうございます。待って、タワー、サトシさん、サトシさんありがとう。サトシさんありがとうです。ありがとう。これ お礼書きたいんですけど、ホテルの紙を使いたいんですけど。ありがとうございます。そう、今ビリビリってちょっと切っちゃった。つきにくい。目のメイクがいい感じ。今日見てください。まつげがめっちゃ上がったんです。
てか今日メイク濃い、なんか落ちてないよね。いやー今日のティフはエモかったですね。また来年も出れたらいいな。ティフ T シャツももらったんだ。綺麗なお姉さんって感じ。今日ハーフアップなんよね。なんか新衣装で、あのなんか今日高いツインやろうかなと思ったんですけど、あの新衣装からしてなんかちょっと CA さんじゃないですか。なんか私の中で勝手にあのなんか CA さんっぽい衣装だなって思ってるんですよ。でなんか高いツインじゃないかなと思って、あの衣装に関しては。だからなんかポニテかおろしかハーフツイン、ハーフじゃないハーフアップかかなと思ってて、でハーフアップしました。で CA さんっぽいよね、あの衣装めっちゃ可愛いんですけど。しかもあれね、中村舞って書いてあるんです。うーん嬉しいです。あ、まあ、自分の衣装をね初めてですね。今でもそう、あの衣装は出張公演の衣装も全て私のではなく借りてる衣装なので、あの一期生の先輩方のとか借りてる衣装なので、なんか今回自分の衣装があるっていうのがすごい不思議です。スニーカー可愛いよね。ねねねねね、クボボありがとうございます。ボタンレモンの断面、そうなんですよ。ボタンがめちゃくちゃ可愛くて、あの新衣装の、そうそうそう、一人部屋じゃないよ、一人じゃないんよ。まだね帰ってきてないよ、高校先輩。早く帰ってこないかな。ダラララララララ、私めっちゃ寝起きが悪くて、本当に寝起きが悪くて、あの今日はコウコ先輩にいっぱい起こしてもらいました。もう本当にめっちゃ眠くて、もう寝起きが悪いんですよね。ダメですね。ありがとうございます。ドラフト生朝弱い説、多分そろそろ強くなります。ドラフト生スチューデンツ出てます。あ、スチューデンツって放送されてますか。広島だけなのかな、わかんないけど放送されてますか。料理対決ですよね。コウコ先輩は朝早いよ、起きるの。いいね、ありがとうございます。さとしさんありがとうございます。デレデレレレレ、初めての方ありがとうございます。長村舞です。えりみげ出身です。今日なの。本当に朝は
私今日も4回ぐらい多分起こしてもらったんですよね。何回も起こしてもらって、びっくりマロンとはなんかコッコ先輩が使ってたの。びっくりマロンはびっくりの栗とマロンでかけてるの、栗で。年取ると違うよ、違うよ。水浜で待ってる。お、Thank you。私が人を起こすことあんまりないですよ。あ、でもあの沖ちゃんとか起こすことあるよ。後輩が早起きするんだよね。起きてないんだ。ありがとうございます。どうしたらいいですか？多分私が起きようと思ってアラームをめちゃくちゃセットしたら多分うるさいって怒られそうだな。すごいもんな。なされなかったの？あ、もう私夜中の記憶がないんですよね。いつ寝たか分かんないんですよね。昨日何時に寝たかとかあんま覚えてなくて、多分割と起きてたんですけど、いつの間にか寝てました。今日は朝の5時10何分かにコウコ先輩に起こしてもらったんですけど、多分何回か二度寝して、で結局6時になるかなぐらいで起きました。早かったんですよね、朝で。メイクしないといけなくて、2度寝以上、3度寝か4度寝ぐらいしちゃった。デヘベロ、そう、早かったんですよね。そう、ココさんも大変ね。ね、私と一緒になったら大変。今日メイクさんが、そう、朝いなくて、そうだから T シャツステージはメイクさんなしだったんですよね。ありがとうございます。ハートありがとうございます。みちゅさんがオキシが来られてた、それ言ってました。うん、オキちゃん言ってたよ。みちゅさんが起こして、なんかす、だからさ、すごいよ。すごいよ、本当に。いや、本当に申し訳ないんですよ。申し訳ないんですけど、本当に申し訳ないんですけど、でも、私がね、起きないってことを、コックさんは分かってて。で、あ、よかったね、みたいな。起こしてあげるよって感じなんですよ。だからちょっと甘えちゃってるんですよね。あ、でも起きれない。どうしたらいいんですか？起きれない。頑張ろう。頑張りますね。ありがとうございます。もう誰かモーニングコールしてよ、そんなに言うんだったら。頼むから。違うんよ、なんかね、記憶がないんよ自分。昨日も記憶がないんやけど、今朝の記憶もあんまないんよね。起こしてほしい。何なんじゃろうな、自分。どの辺から記録がある？覚えてないよね。でも私、寝顔見られるのが嫌だからね。
辛いんですよね、そこが。低血圧、まあそうなんだけど、まあねえ、言い訳にしてられんのんですけどね、ちょっとね、へえ、目開いてたらもう自分寝てる時目開いてるなって思いながら寝たことがないので分かんないんですよね。まあ開いてるよって言われることあるんですけど、こんばんは。寝言も言ってるよ自分。でもさ、寝言を言わんように気をつけようって思ったら気をつけれるもんじゃないんでね、ちょっとね、目閉じて寝ようって思って気をつけれるもんじゃないんでね、ちょっとね無理なんですよそこは。あ、ありがとうございます。アイドル楽しいよ。ココ先輩帰ってくるまで起きてる、多分起きてるっていうか、うん、普通にね。だってお風呂入ったりしてたら時間が。頑張ります。明日じゃあどんな風に起きたかちゃんと報告しますね。ありがとう。待って、明日ニコファーレですよ。あ、明日ニコ生の配信多分ありますよ、多分ね。明日も夜ショールームやるんで、はい、はいはい、明日も夜ショールームやります。見てください。確かにいつ起きれるかな。ドキドキ、あー明日公演ドキドキ。明日はほのたんさんの生誕祭もあります。ほのたんさんの生誕祭、一緒の布団で寝ないよ。ありがとうございます。目覚まし持ってない、携帯のアラーム使うんだもん。あさっては松山。そうじゃ、そうなんよね、愛媛なんよね。いつ松山？8月後が花火大会です。三ツ浜の。お、なんかすごい、この人のコメントすごいね。ありがとうございます、アドバイス。いや多分あの背筋のアドバイスをしてくださってる方がおった今。ありがとうございます。そうそう、自分もすごい最近気をつけてるけどなかなか難しくてね。包みありがとうございます。あのね、違うよね。なんかダンスの先生に言ったら、なんか
猫背っていうか違う、なんか分かったって言われて、なんか結構前列の人を見て踊ってるでしょって言われて、言われてみれば確かに前列の人を見がちだなって自分思って、なんか前列の人と目線を結構合わせてるみたいな、こうこうね、こうだからそう見えるんだよって言われて、そう視線の問題でもあるよって言われて、なんかだからなんか結構後ろのなんだろう遠くを見て踊りながらもこう目線を送る練習とかもしてごらんって言われた。そうなんか私はめっちゃ目をこうなんだろ こう下を向いて合わせてしまいがちだから、こう目だけでこうレッスン送る練習とかしてごらんって。そうそうそう、全然感じない、なんか多分感じる人と感じない人が、そうなんよね。でも私あんまり猫背ってさ、バレエしよったっけ言われたことなかったっけ、なんでずっと猫背なんやろってね、ずっと考えとったんですよ。そしたらダンスの先生がそうやって言ってくださいました。ありがとうございます。ハートもありがとうございます。そう、アドバイスはね、そう、目悪いです、コンタクトしてるんですよ。ソロで踊れば明日、じゃあソロじゃないわ、明日公演を見に来てくださる方、もしくは、配信は分かんないけど、で「Don't Look Back」の私の歌声を聞いてみてください。お願いします。物販作らなかった、物販っていうか募金にね行かせていただきました。ありがとうございます、募金をご協力してくださった方。そう起きちゃうな、そうな、なんかするの、なんかね、Don't Look Back の歌声がね、のぶといって言われるんだよね。明日、ニコファーレ初めてなんですよね。大丈夫かな、自分。すごい緊張してます。初見さん、ありがとう。まだまだ前です。愛媛県出身で頑張ります、ありがとう。まあ、ドロップバックは自分に向けて歌ってるからね。まだ生でパフォーマンスを見たことない。お、よかったら見てください。中村麻由。この後七並べしませんか。七並べしようよ。ねえ、しようよ、七並べ。しようよ。する？アイスありがとうございます。やだ。しようよ。姉キュンと対戦した。そうなの？そうなの？姉キュンはね、ときめき、諦めきですね、私の。ねえ、しよう。ねえ、やろう。七並べ。私、今日やったからもう。毎日ログインしてるんです。いつ？今？配信終わってから。
お姉ちゃんから七並びするって LINE が来たんだけど、見てるじゃん。ああしてんじゃんお姉ちゃんが。だってあんじゃからあの私と同じ時間帯してたらお姉ちゃんと当たる確率もあるってことですね、姉級と。でも姉級この時間帯できるんじゃないかな。しようだって、しよういいよ。で10時何分からかしようよ、ちょっとまだ決めてないけど七並びしようよ。わわわわ韓国語、アニョハセヨー。姉級好きなの？姉級って漬物？漬物っぽいってどういうことですか？アイさんありがとう。めっちゃねガチャがいいカード出すぎて私めっちゃ怒っとんですよ。いいのが出んのよね。私ねまだねあの順位がね200何位とかなんですよ。だからちょっと上げないとダメなんですよね。だから七並べしますね。私出ない？何分からするの？10時台。うん、配信終わったらやるけ。配信終わりそうな時にシークレットカード出ない？誰推し？私は今一押しはコッコ先輩にしてます。コッコ先輩のカード出んのよね、なんでか知らんけど。自分のカードも多分デッキ入れてますよ自分。覚えてないけど待って見てみます。七並べ、見えんね。昨日の配信？コラボじゃ、コラボ。ありがとうございます。中村です。中村舞です。愛媛県出身です。ありがとう。シークレットカードは磯貝さんです。そうなんですよね。シークレットカード、あの星が5のやつです。目を閉じそう、目を閉じそうです。こんばんは。水鉄砲のやつあれ面白いよな。こんな感じの見て。東京アイドルフェスティバルなんかなんかあの部活のみたいな匂いがするあれじゃない
東京アイドルフェスティバル2018。これはあの今朝の T シャツステージで着たやつでもらいました。もらったんですよ。洗ってない。それ洗ってないよ。だって今日着たやつだもん。今日もらったやつなんだから。じゃじゃーん。いいでしょう。うん、これ自分が着たやつだからね。うん、自分のですよ。もちろん自分が朝着てたやつです。朝 T シャツステージがこれだったんですよ。初っていうなんだからいいの。もういいんです。もう、うん、ありがとうございます。いいんです。3日間着たやつ乾かしてくれ。大丈夫ですか？クンクンさせて大丈夫ですか？私と同類じゃないですか。大丈夫ですか？私ね、前髪崩れないんですよね。そう、汗、それを読む。うん、だって目についたんだもん。洗わないのが欲しい。大丈夫ですか？あら、大丈夫ですか？変態ですから大丈夫ですか？なんかサッカー部のマネージャーみたいじゃないですかこれ。僕ない？なんかマネージャーしてそうな感じがしません？いや、なんかこれは体育祭の匂いがします。体育祭の匂い分かりますか？体育祭の匂いがします。嫌いじゃないです。高校の時の体育祭の匂いする。変な質問しないでください。え、体育祭の匂いって分かりますか？なんかちょっと汗とあと、あ、なんかちょっと日焼け止めの匂いみたいな。あなたが一番大丈夫。あら、大丈夫です。もうコメントがやばいって本当にねえ。みんなマニアックすぎでしょ。ああ、マジでマニアック。あ、そう、私全然見慣れないんです。でも私めっちゃダラダラ汗かいてるんですよ。でも顔はなんかあんま汗かかなくて、ここら辺はかくんですけど、おでことかがなんかめっちゃかいて前髪が崩れるっていうことはあんまないんですよね。でもなんだろう、もともとなんですよそれは。前髪は固めてるけど、
ですか？私コメント今日のコメント欄荒れてると思うんですけど、ハートめっちゃありがとうございます。ありがとう。おもろいですね。荒れてるよ。いや違うくないですか？違いますよ。私とはちょっと違いますよね。何の話？匂いの話してたの。けんさんすみません、いつもこんな感じじゃないと思うんですけどね。今日は荒れてますね。いつもこんな感じですか？おかしいな。いつもこんな感じ？ああじゃあいいです。いつもこんな感じらしいです。皆さんマニアックですよね。なんかマニアックなとこが好きだったりしますよね。ちょっとね、いいよ別に。いやみんなマニアックだなと思います。はじめましての方ありがとうございます。中村舞です。愛媛県出身です。ありがとうございます。いや服の匂い描くのはマニアックなんですかね。マニアックじゃないと思うんですけど、服はね、みんないい匂い好きでしょ。別にまあ私はあの何今汗の匂いの話はあんましてないんですけど。いや推しに似るとなんかちょっと違いますよ。私の香り。でも私のヘチはあれですよ、目を閉じた時にできる紫色の毛細血管が好きです。まぶたにできるね。それ好きな人あんまいなくないですか？私毛細血管が好きなんですよね。どうやって見るの？目を閉じて、目を閉じたまま眉毛を上げたらいいんじゃないですか？そしたら多分出てきます。え今日やばっ、コメント欄荒れてるって。本当に他人の毛細血管、他人の見るのが好きなの。え自分は見れなくないですか？毛細血管が詰まってるところ。おもろい。吉本じゃないそれ。
動脈が好きです。動脈が好きなんですか？静脈じゃなくてですか？私静脈の方が好きかもしれないです。静脈も捨てがたい。動脈派ですか静脈派ですか？動脈なの？ありがとうございます。静脈派ですか？ヘモグロビン？あ、そう。私は静脈派ですね、断然。でも動脈派の人が多いですね。何の話しとるか、動脈が好きか静脈が好きか。話が飛びすぎて。何の話？血管の話してた。献血したことないんですよ、私。できないんですよね。こんな話初めて。私もです。皆さんと動脈とか静脈の話するとは思ってませんでした。初めてですね。ボルボックスって何ですか？血管浮き出てる。お、血管浮き出てるのいいですね。好きですよ。注射好き？ M ですか？目を閉じたら赤いとか見えます。ああ、私はね、紫の方が好きなんですよね。赤じゃないんですよね。やっぱ毛細血管、紫がね、なんか見えた方がちょっとおってなるんですよね。注射好きは病気。注射好きな友達いましたよ。なんか小学生の時に注射好きなんだっていう友達いました。紫は神秘的よね。ああ、そういう感じで見てるんですか？紫、わかんない。紫だよ、毛細血管って。あの、まぶたに見える。私の友達の毛細血管は紫でした。ね、注射気持ちいいって人いるよ。私はあんま気持ちいいと思わないけど。貧血オタクです。大丈夫ですか？貧血になりそう。注射したら気持ちよくて寝ちゃう。それ大丈夫ですか？大丈夫ですか？紫は静脈。静脈ですよね。誰か詳しい方いらっしゃいますか？あれは静脈ですよね。
はり背浅る瞬間苦手ですか？あ、でも私は前までは見れなかったんですけど、最近は見ちゃいますね、駐車するとき。献血好きな、うん、私はしたことないけど分からんけど。点滴が入ってくるの冷たくて好き。マニアックですね。私点滴しててめちゃくちゃ動いてたら血が逆流して相当痛かった思い出があります。点滴してるときは動いちゃダメですね。あ、血管細いとか分からんないよね。こういう話だ。あ、なんか今日変な話してますよね。なんでこんな話してんだろう。じっとしてなさい。反抗期だったんですよ。なんかその時は多分反抗期で点滴しててちょっと動いたんですよ。そしたら逆流して焦りました。痛くて痛いってなってナースコールをしました。そしたらまた刺されました、違うところに。反抗期だったんです。逆流痛いよ。おきちゃんとペアルック、もうみんな持ってるから。これの配信癒されますか？こんなになんかよく分からん話しとるのに。全員もらったの？そう、今日出たメンバー全員もらいました。今日の私の配信見て何こいつって思った人絶対いっぱいおるじゃん。パスピー元気、元気パスピー、パスピー元気だよ。今日も見たもん、パスピー取り出して、あ、パスピーって思って。でも今度スイカを買いに行こうと思います。ちょっと IC カードにはまりそうですね。一生懸命話聞いてる。ありがとう。一生懸命聞いてくれたの。パスピーってなんかね、広島で使える IC カードなんです。あ、初見さんありがとうございます。あの、普段はもうちょっとあのちゃんとした話してると思います。長村舞です。スイカいいよね。スイカで可愛いよね。そう、パスピー広島オンリーですよ。ニヤニヤしてるの。タララ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 ラタララ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 ラ。パスもわかるよ、なんか聞いたことある。
目力出そうぜ。匂いフェチなんですか。うん、あのいい匂いが嫌いな人はいないと思うんですよね、私この世にね。変なところ、変じゃないよ私、変人、なんか私変人って言われるけど、私からしたらみんな変人ですよ。私基準なんです、考え方。そしたらみんな変人です。なんでそうやって考えるんだろうって思う。私はまともです。そう思ってるかもしれないじゃないですか。でも皆さん変人だと思います。でもみんなからしたら私も変人だし、みんな変人なんだなって思います。だからまあ同じ人なんかもいないんですよ。うん、みんなだよみんな。え、あのまともと変人が対象っていうか、こう矢印、こういう矢印かって言われたら別ですからね。まともの反対が変人じゃないと私は思っております。まとも、まともじゃない。まともって何ですかね、ほんとね。何が何だか分かりませんね。思いませんか、自分と違ったら変に。そうだよ、人間みんな違うんだから、同じ人間なんていないよ。ニアリーコールじゃないですよ。あ、ニアリーコールでもなかった、イコールついてた。あ、でも好きです、変わってるねって言われるの好きです。なんか変わってるって言われたら、なんか人と違うのは目立つことかなって思ったら嬉しいです。だから皆さん変人はいいように捉えたらいいんじゃないですかね。オンリーワン、あら、いい言葉ですね。あら、かわいいって、おもろ。個性的なのいいね。触覚かわいい、これ？これかわいいと思いますか？これちょっと最近邪魔で、持っていけ場がないんですよね。ヌナさんが似てる？私とですか？私と？切りません、切りません。だって切ったら伸ばすの時間かかる。これなんかこれ以上ね伸びてない気がするんですよ、この髪の毛。だってずっとここにいるんだもん。
きます。黒鍵がね、私の指に反応しないんです。弾けた。ありがとうございます。言い訳。Maybe。Maybe。あ、割れとるっけかも、うん、タブレットにすれば、タブレットで配信してるんですよね。泳ぎましょう、はい、泳ぎましょう、はい、どん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 泳ぎましょう、泳ぎましょう、スイースイ、うん、ありがとうございます。チチチチチルルル、終わりでした。本当ですね。終わりですね。機種変はよ。じゃあ誰か保護者として連れてきてください。誕生日ます。10歳、やじうまさん。ありがとうございます。初誕生ですか？ありがとうございます。12、てつみやさん。てみず、今日はたくさんありがとう。めちゃくちゃうちわ見えました。ありがとうございます。結構最前列とか前の方にいてくださってすごい嬉しい。ありがとうございます。めっちゃ見えましたよ。めっちゃ目立つもんね、あのうちは。11、福太郎さん、あとやめず、やっぱりマイク可愛いから、センキュー、ありがとうございます。10位、水軍スピリットさん。水軍スピリットさん、いつもありがとうございます。可愛いアバターだね、警察官。9位、あつしさん。あつきゅうちゃん見たくて、ティフ仕事サボって、盗み見たよ。お、ニコ生ですか？配信かな？ありがとうございます、あつしさん。キュン見れました？ 8 位は、やすすさん。あてみず、やすすさん、ありがとうございます。保護者。なにか、まねママさん、あとティフお疲れ様、初めての、マイ衣装？おめでとう。ありがとうございます。そうなんですよね、初めての衣装ですごい嬉しかったです。6位は笹パンダさん。あった、花よりも綺麗な花を咲かせる土になりたい。ああ、そうなんですか、いいと思いますよ。私でも、私もそうなりたいけど、でもやっぱり花になりたいかも。そのパンダさん、ありがとうございます。5位はハルオさん。ありがとうございます、ハルオさん。やっぱりね、目立つのは花なんですよね。ね、でも土の存在は絶対必要だから、土がないと花はないので、一緒に見てた人がハルオさん。そうなん？あ、サイリウム振ってくれとったよね。ありがとう、ハルオさん。かわいい女の子な、また浴衣着とる。4位、ほうちゃん。マイキュー、ニコファ行くぞ、待ってます。ほうちゃん、ありがとう。ニコファ明日ですね、楽しみ。3位は北の一手九さん。北の一さんじゃ、ありがとう。一さん。2位はふなっちさん。あとやみず、マイキュー倒し。ふなっちさん、ふなっちさん、マイキュー倒しだ。
この間まで舞姫たましだったのに名前の呼び方変わっとる。ありがとうございます、ふなっちさん。ハートタワーだよ。なんで呼び方変えた？私のこと舞姫って呼ぶ人少ないんよ。少ないっていうか本当におらんかもしれん。待って、過去。ハートってことは1万回タップしたんですか？大丈夫ですか？指もげませんでしたか？ありがとうございます。美脚ボケたの？ありがとうございます。ふなっちさんありがとうございます。見てますか？ティフお疲れ様でした。お、ありがとう。ありがとう。ポイントクエスチョン、もげましたか？センキュー。1位呼ぶね。1位はドまずまずだな。サトシさんでした。アット ST48 氏、マイキュー頑張れ。え、ありがとう。マイキュー頑張りますね。サトシさんありがとうございます。大丈夫です、マイキュー頑張るんで。ありがとうございます。終わります。中村舞、Thank you。 バイテラポ、バイテラポっす。2段目号の方もありがとうございます。おお、 いつも返信ありがとう。メール見とります。
ありがとう。あ、じゃあ七並べは11時からね。ちょっと待って。ってことで、さよなら。バイバイ。うん、ポコ先輩じゃないです、ほのたんさんです。バイバイ。何その箱でやったらウケる。すごい昨日。今日3人部屋。バイバイ。バイバイ。じゃあねー。